ニメ監督をしている磯光夫と申します。今は、脚本原作監督を、ね、この地球外少年少女でやっています。日本の特に日本のアニメでは、まあ、宇宙ってとても下火で、それはあの宇宙ものがすごく流行った時期があった。それがちょうど廃れ気味というか、まあ、ファンの人たちが年を取ってきて、あまり若い人たちが興味を持つやるんじゃなくなっていたので、いやそろそろ見たいよね、なかなかあれも見たいけどないよね、ないなら自分たちで作っちゃおうかということで、宇宙といえばそのピンチの連続で、あの死にそうになるというのは、大体死にそうになる場所に行きたいと思う人はまあいないと思うんで、あの普通はこうプロフェッショナルとか科学者とか軍人とか、まあ、それだとなんか20世紀っぽいねというか、20世紀っぽいやつが宇宙じゃなくて21世紀の宇宙を作りたいねっていう話になりました、ね、でまあ当時からもう、商業宇宙になるっていうのはみんな知ってたというか、まあ興味がある人はみんな知ってたので、いずれ商業になるとまあ普通の家族とか、ね、子供とかが行ける時代が来るに違いないということで、まあ、地球外に来る少年少女たちを主人公にしたいなと思いました。もういずれもあのとても絵が蝶がつくぐらい上手い人たちなんですけども、吉田くんはまずその最初に新人、まだピカピカの新人の頃にスタジオジブリで写真あったのが最初でした。私の方から実は非常にこう難しい要求を出してまして、まあよく知られてる機動戦士なんとかとか宇宙戦艦なんとか、ああいう風にしないでくれと、つまり過去のヒットした宇宙作を見ないようにしてくれという要望を出してまして、で彼の代表作のキャラにも似せないでくれという要望して、これは非常に本人はこう悩んでやってましたね。井上さんに関してはもう私の作画の師匠で、アマチュアの頃からプロになる前からもう師と仰いでいた人で、まあ一緒に仕事できるだけでも本当に幸せなんですけれども、日本で本当に有数の大変な実力者、まあ参加していただいて本当に光栄です。今までその SF と呼ばれてきたジャンルは基本的に未来の話が多いので、まあ未来予測は一つの重要なテーマになってましたね。だからそういうものをこう浴びるように見て育った世代なので、あの自然とこう未来のことを、未来どうなるんだろうとか、あのずっと考えてしまうんですね。だからそれ自体も楽しいし、そういうのを楽しいと思う人たちにもあの見てもらいたいなと思って作ってますね。ただ未来予測自体はあのやはり正確さを求め始めるとどんどんやっぱりつまんなくなってるんですね。それはあの今実在している技術とかについて語る分が多くなってくると、それだけやっぱり想像力が膨らまなくなっていくので、まあ、できるだけ大嘘をついてなんかこうありもしないようなものを描くのが目的で、フィクションというものは作られるべきだと思いますね。リアリティと想像力のせめぎ合いみたいなのがありますね。そのあまりにも想像力だけであのふわっとやってしまうと、途中でなんか本当にあるんかいなっていう、あんまりこう入り込めなくなってしまうんですけども、まあ、ちょっとずつその本当にあるものに嘘を混ぜていくっていうのが非常にやっぱ楽しく見られるその秘訣かもしれない。もうほっとけば、面白ければ子供は何でも飛びついて使っていくだろうと思ってまして、必ずしもそれはあの大人がこれ面白そうだから使ってみなっていうものじゃなくても、あの面白く使ってしまう。これからも新しいものがどんどん生まれてくるだろうし、その一つにまあ宇宙とか AI とかって多分あの我々が今想像してるのと全然違う使い方をするだろうなと。地球外少年少女と電脳コイル、それは両方ともあのネットフリックスで配信されておりますので、あのぜひこの機会に2つともご覧ください。お前たちを必ず生かして地球に返してやる。